さてさて。はい、じゃあ。じゃあ、3日目ぐらいになるか？そうだね。まあ、ざっくりでいこう。ざっくり。よし、行きましょう。よし、行こう。お、ATM あんじゃん。今いるこれ。いいでしょ、そのくだり。前半のあれで、これの、だって、シャンクか。はい、読みました。はい、シャンク読んで。で、次は、よし。ここね、アルパカ兄弟。ね兄弟じゃないよ、夫婦だよ。あ、夫婦なの？うん。ブラインドの時に、ジュンブライドのイベントでね、出てくんの。ジュンブライドのイベント？うん、うん。まあ、とりあえず、ちょっと話してみようか。はい。はい。やー、りょうじさん。まだいける。リサさんとカイゾウさんのリメイクショップがオープンしたよ。ちょ、寄ってるからミッキーさんに。あ。何？寄ってるからネズミさんに。あ結婚記念の写真撮影の時はどうもありがとう。改めてよろしくね。リメイク専門のお店をやるんだね。カー君。熱々だね。どこで分かった改造をカー君って呼んでんだよ。寄せ合いリサッチ。リサッチだよ、こっちは。ほんとだ。手入れちまうぜ。お前には世話になったからな。普通じゃリメイクできない家具も、俺っちがバッチリリメイクしてやるよ。すごくない？リメイクできない家具も、リメイクしてくれるから。あ、全部できるってこと？そう。じゃあさ、あ、家具か。ああ、うん。ってことは、うち、ん、にあるフラミンゴの家具も、白鳥にできるってことだよね。ピンク以外を見せてくれるってことだよ。これね、カー君の力量を測ってるから。白鳥になるんだ。すげえやフラミンゴが白鳥に。白になるから。白になるから。そのうち羽ばたいてっちゃうよ。だってリメイクできない家具もやってくれるんだから。すげえじゃん。よし。よし。なんか試してみようか。うん、そうだね。ね。カー君のね、力量をちょっと試してみましょう。そうだね。何個かね、家具持ってきたからね。ね。さっきね、見せた家具をね。うん。ちょっといろいろ持ってきたんだよね。おー。おー、自信あるねー。よし。リメイクして。やだ。なんでやねん。なんでやねん。よし。よし。フラミンゴメス。あ、白鳥になるよ、これ。いよいよ。白。濃くなる。色が濃くなるよ。あー、白鳥までとはいかないね、これ。これだって元の色じゃない？元の色がちょっとオスのフラミンゴに近くなる色が、いやむしろフララさんの色に近くなる。あ、でもこれ決められた色にしか変わんないってことじゃない？ちょっと待ってね。じゃあ、とりあえずメリーゴーランド見ようね。まあ、これが普通のあれですね。 あポップ、あ、うちのやつクラシックなのね。あ、キュートがいいな、キュート。このライムレモン色のライムレモンピンポイントだなら、ピンポイント、このパステルカラーがね、目に痛いからね。痛いじゃないよ、痛いじゃないよ。あ、これすごくない？すごいな、めっちゃクールじゃん。めっちゃいいじゃん。こっからの落差ね。落差が、落差とか言わないでよ。あー、でもこれがスタンダードなっぽいね。うん。あー、ね、うちはね、こういう系なんだよね。あ、ちょっと他のやつ見てみよう。キュート。キュートじゃない。違う。そういう意味じゃないよ。そういう意味じゃない。あ、こっちね。旗付きの街灯。うちね、ちょっとピンクの街灯あったんですよ。これ多い。あ、すごい。あ、ああ、いろいろあるね。めっちゃいいじゃん。じゃあ、うちさ、普通の街灯がさ、ほら、白色だったから、うん、白に合わせることもできるし。あ、ほんとだ。ね。白で。ちょっとピンクだからどうしようって思ってたんだけど。しかも旗とさ、このポールの部分で色変えられる。ね。すごいじゃん。いいね。あ、前デザインも選べる。旗を。すごい。前デザインうちそんなにないですけどね。まあ後で作っちゃうかもよ、俺が。陽気な飛行機が乗ってるよ。デフォルトのやつだね。デフォルトのやつがね。で、パーゴラ。パーゴラってなんだ？パーゴラ、ほら、藤棚だよ。あ、藤棚か。嘘だ、受け入れ始めたの？あ、これで。あ、あ、これだ。これ。でしょ。そうそう、これ。鬼寄ってこなくなるから。これ最終選別で使うこれ。あ、これか。パープルフロア。どっちかというとパープルだね、パープル。これで鬼滅の山作る。最終選別の。煉獄さんいたからね。一向に勝てない煉獄さんがいたから。煉獄さん閉じ込めるのに。性格の柱にしかなれないやつね。性格の柱って、ペニプリ？
煉獄の柱にしかなれない。何煉獄さんテニスやってたまさか。煉獄さん。あの、鬼滅の柱にはなれないから。でも、声楽の柱も結構なもんよ。なかなか、なかなか無我の境地行かないといけなかったね。こいつ最後まで読んでるな。真田幸村に勝っていくから。ああ、いいじゃん。結構いいね。あ、でも色、このさ、クラシックが一番なんか、でも、割と合わせやすそうな色じゃない?でも、なんだろうな、うん、その、やっぱさ、シック。シックどれ?シック。クールか。これちょっと気になるね。ちょっとクールすぎて。大人な感じだね、全部が、ね。ちょっと中二病感あるよね。中二病。いやいや。なかなかかっこいいデザインだと思うよ。ちょっと待って。あとは、バルーンワゴか。ね。これがポップ、あ、ポップがやっぱ普通だね。やっぱね、スタンダードだね。クラシックはやっぱなんか、うん。いい、うん、でもいいな、なんか。ちょっとゴージャス感がある。まあ、普通ってことだね。ここ基準みたいな。ちょっと中性っぽい感じの。ああ、まあ、何にでもね、溶け込みそうな。キュート。キュート。あー、まあ、でもキュート、まあ、可愛い姉妹になるだろうね。可愛いね。うん。パステルカラーが目に痛い、ね。痛いってなんだろう。やめてよ、さっきから痛いって。ああ、これ中二病だね。やめなさい。完全に中二病だね。やめなさいよ。多分これ揃えると、うん、だってほらほら、犬のバルーン見てよ。ダルメシアンだよ。犬のバルーンだね。あ、ほんとだ。101匹なんちゃらってやつね。なんちゃらって何なんちゃらって。なんちゃらってなんだよ。101匹のやつね。やばい、101匹の。101匹のやーつね。やーつ。こっちは?普通のやーつ。あ、これ、あれだ、柴犬だ。柴犬かな?なんだろうな。なんて犬の種類に詳しくない二人が見てもね、永遠に話が繋がんないっていうね。待って、これ一番左のさ、うん、この犬はもう、わからないやーつ。犬に詳しくないやつが、犬をちょっと持ってくれよ。悪かった。ダルメシアンとか言って言わなかった。悪かった。精一杯のチキを出して悪かったよ、これ。でもね、嬉しいよね。価格がほら、ここの地をほら、戻ってこいよ。ダルメシアンしか知らねえから。まあ、いいでしょ、一応、ね。まあ、5200円で、割とね。ね、いいね。これ家具によって値段は一緒だったっけ?あ、全部一緒か。全部一緒だね。まあ、大概一緒なのかな?あ、1000円だ。やっぱ足元見られてんな、フラン。まあいいでしょう、いいでしょう。何がいいでしょうな。まあでも、まあ色はね、まだ。でもさ、ここの島はいいよね。マイルじゃないから全部ほら、ベルで全部やり引きしてくれ。引き取り、なんかね。うん。やってくれるからありがたいね。確かにね。うん。マイル結構大変だもんね、集めると。うん。そこら辺はね、友情ってことでいいでしょう。どういう締めでいいですか?え、次の、あ、そうだ、カトリーヌさんについてからちょっと。もっとな。本日の髪型ちょっとやってもらおう。これ誰だよ。ちょっと、ハンサムすぎて、目に痛いからな。こんにちはが合わないこと。合わないから。合うやんけ。合わない。合うやんけ。誰やねん。よし、試してみよう。よし。本日の髪型、これです。いけ!ああ、変わんない。あ、じゃ、これからだよ。これからだよ。よしよし。よし。ああ。あ、これ。誰だよ。これ誰だ?おお。これなちょっと思い浮かばないわ、これは。あんまりかも選ぶと?直してくれる?切ったのに?元のスタイルに戻しましょうか?いや、このままでいいや。楽しむんかい。楽しむんかーい。え、これどんな感じなんだろう?ね。まあ、でもほら。うん。なんか、あれだよね。女の子だったら多分可愛いんだろうね。あー。あーしか言えないから。よし。あ、これ。え、広げなくていいよ。広げなくていいからさ。あ、でもこの髪型にほら、うん、あの、和服とか合いそうだね。あー、合いそう。ね。特攻服とか似合いそうじゃない?え、そっち?これ東京卍会で見なかったか。誰だよ、なんだよ、それ、ま。マイキーとか、こんな感じの。広げなくていいから。この後ろの感じ、マイキーっぽくない?誰だよ。マイキー。東京卍会。知らない。知らない。知らないから。知らないか。次の店行こう。次の店行こう。じゃあ次は、うん。占い。でもちょっと占い気になるね。
いや、乙女なんで。僕、乙女なんで。はあ、あ、でも結構長く、まあ、に、ね、1400ぐらいは誰かやってるんだ。ねそれ、前の動画で一回下ったからね、これ。うん。でもさ前回より増えてる。増えてないよ。増えてないの。ここは増えてないよ。増えてないよ。やっぱ占い。占いにちょっとかけてる人がいるんだよ。妙に募金してる人がいるから。よし、目標金額達成。よーし、じゃあ、明日に飛ばそう。飛ばそう。はい、ってことで二日目になりました。二日目っていうか。まあ、次の日だね。ね。あ、ずいぶん濃ゆい人が来たね、これ。濃ゆい。濃ゆい意味が。濃ゆい人来たね、これ。パニーがどういう距離感でこの人と接するのかちょっとね。よう、漁師さん。100% 当たると評判の占い師、ハッケミーさんに来てもらったよ。いや、ここまで来ると、ハッケミーさんになっちゃうんだね。あちょっと距離感感じるね。まあ、先生だからね。占い師の先生だから。いや、濃ゆいな。濃ゆいな、これ、うんうん。自分のことはハッケミーって呼んでる。ハッケミーだけに見える。あなたの真実、興味が終わるなら、声かけてくださいな。やめてよ。心折れちゃうから、このくだりもう一回やっていくの。いや、折れない、折れない。やだよ。あ、行こう。心を燃やせよ。次行けや。次行けや。私もこのコミュニティの未来は気になってるし、ぜひ、占ってほしいな。は折れないね、心。おや、あなた、見えます。見えますね。え自らの理想を共有求め、孤独の心せる未来の孤独の方に落ちてきた、ことに飲む。何見えてんだ。それって私のことかな。前と何昨日やられてんじゃん。ああ、すごいね。違う。未来見るはずが過去見ちゃってるから、この人。過去見ちゃってるよ。大丈夫。いや、多分、今すぎて一周しちゃったんだから。ちょっと大丈夫かな。大丈夫でしょ。これ何を占ってくれるんだろうね。過去を占ってくれるんじゃない？過去か、うん。昨日の出来事だね。ハッケモルター、ハッケモノラター。おや、あなた、見えますね。このハッケミーだけに見えるあなたの真実。たったセンベルで教えさ、え？煽ってきてんね。ほらほら、気になるんならセンベル渡せみたいな。ああ、確かに。素晴らしい商売、商売してる、ね。よし。今日の運勢がどなたかの相性。まあ、今日の運勢でも。ね、とりあえず今日の運勢見とこうか。ああ。あ、お金取られました。わかりました。今日のあなたの運勢を水晶に聞いてみましょう。水晶に聞くんですか？占いですから。占いですか、うん、占い。え、今更？目を閉じて。深呼吸して。深呼吸しないです。深呼吸しない。うん。おー、すごい。おハッケモルダー、ハッケモルダー、ショートミョー、ハッケモルダー。見えてたわけじゃなかったという、さっきまでね。さっきまであんなに見えてたって言ったのに、今見るっていうね。おあおやおや、見えてきましたよ。なんか被ってるね。ねえ。あ、タリバンの、あれじゃないあれ何こっから砂漠の旅とか行くの あれじゃないなんだっけパスポートの写真じゃないあれ。パスポートの写真？確かあんなようなふざけた顔してたわ。パスポート何？え？帽子かぶってんの俺。ミシンを着てた。さてはさの姉妹。仕事がはがどってはがどって、みるみる気づかれるよ、服の山。おこのイメージが読み取れるのは、持ち物にまつわる運勢が上昇の兆し。持ち物？うん。お金しか持ってないけどね。金運がいいってことかな。まあ今日は何かしら良いことがあるかもしれませんね。かもしれませんが。え、つまり。え特にない、よくわからないってことでしょ、うん、それではあなたに水晶の内行きがありますように。この人詐欺です。やめなさい。当たるもハッキミ。ハッキミさんだよ。ああ、そういう。外れるもんけだよ。ああ、ハッキと、かかってるんだね。なんたってパニーさんのこと過去を占っちゃってる人が。過去なら100発100中なんだよ。ちょっと相性を見てみよう。相性。どうされました？相性か。
見えたっていう風に言わなくなったね。あ、そっか、もう今日のやつは終わっちゃってるから。あ、そっか。うん。何が顔が見えます。あ、これはもう、誰にしようかね。じゃあ、そのうち出てくるルナさんと。ちゃちゃちゃ。ちゃ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 。あれ、メープルいないよ。メープルさん一旦だって、うん、ほら、出てかれて、うん。読んどくって言って、まだめんどくさくてやってないね。やってないの？うん。時間がない。じゃあ、どうしようか。フララさんにしたら？フララさんにしとくか。うん。わかりました。あなたのフララの話は、聞いてみましょう。なんか言ってよ。いいじゃん。なんか言ってよ。読んでるだけだから、ちょっと静かにしといてあげたいじゃん。はい、行きましょう。行きましょう。はい。それでは目を閉じて。え？いいじゃない、やめてよ。進んでください。テンポが大事だ、テンポが。テンポが大事ですか、うん、テンポが全くないけどね。本当に。お来たねー。あー、決まるなー。何言ってるか分かんないよ。何言ってるか分かんないよ。あ、押せって。ギャーびっくりした。どっちに？いや、隣でいきなり規制を上げるからさ。あ出てんじゃん、顔。おやおや、見えてきましたよ。ん？これ、フララさんの意識の中でしょうか？ピンクが痛いわ、ちょっと。やめなさい、痛いとか言わない。たくさんの顔が浮かんでいますが、笑っているあなたの顔、怒っているあなたの顔、泣いているあなたの顔、あなたのことばかりですね。お前、メンヘラかごいこの異性者見る、フララさんは、もうなんか、あなたのことで、あ、恋してんじゃん。恋してる。恋してるじゃん。これが恋ですか？これ以上言うのないくらい強い絆にも座られてるでしょ。本当か、俺そこまで話したことないけど。いっぱいわかめあげたから。そういうことね。フララさんが黒くなっちゃうかもって心配するぐらいわかめあげたから。おー、いいでしょう。いいでしょう。何がいいのかな。まあ、いいでしょう。逆にちょっと、ジュン君、ジュン君占ってみて。え？あ、違うわ。まだそこまでじゃあ、絆が深くない。1号とちょっと。あ、1号か。まだ、ほら、越してきたばっかりだからさ。あ、でも今日はできないみたいな。あー、じゃあ、ちょっと明日お導きをいただきましょう、うん。お導きをね。とりあえずちょっと募金しよう。ハッケミー教でも作る？きれいでしょ、今日は。ハッケミーきれいでしょ。何があるかわからないけど、あるかもしれないみたいな。きれいでしょ。いいね。この人詐欺です。いやいや、詐欺じゃないです。詐欺じゃないですか。ちょっと濃ゆいだけです。濃ゆいだけですか。ちょっと濃ゆいだけ。こっちがなんだっけ？ラクダだね。ラクダか、こっちは。ラクダっていう説明でいいのかな。家の収納から荷物を届けてくれるベテラン。誰だったっけな。黒猫ヤマト？いや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 。いや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 。いや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 。ああ、鳥の方の、あれ。ペイカミン？ボケるならちゃんとボケだけどさ。じゃあちょっと。これやっちゃおう。あ、そっか、ここに収納から取り出せたから、うん、ほら、すぐにリサさんとガリゾーさんとこ行けるってことだよ。ああ、こっちになんかアイテムボックスを置いてくれるってこと？わかんない。ちょっと、やってみよう。わかんないんかい。いでよ、パシリってやってたね。ああ、そういうこと？こいつがいちいち、船乗って、こう、取ってきてくれるの。船か何だかわかんないけど、ほら、パシリね、家の収納。いでよ、パシリ。お、明日オープンだ。やった。よし。じゃあ、明日に行きましょう。行こうか。行きましょう。まあ、その前にね、まあ、恒例のね、儀式があるから。忘れてましたよ。うん、カーリーを忘れてましたよ。変な髪型されるってひよってるやついねえよな。何煽ってんの？だから誰だよ、それ。誰だよ、伝わんないんだよ。髪切り行くぞ！マンジ会とか知らない人にはちょっと辛いわ、そのボケ。わかんないよ。金髪にしてくれよかったか、これ。辛いわ。特服切ればよかったか、これ。いや、辛いから、わかんないから、誰か。今回はなんだ？あ！ハンサムボーイ。うわぁ、なんだこれ。優等生になっちゃったよ、これ。どういう髪型よ。なんとも表現しづらい髪。あ、ちょっとでもむしろお団子なんじゃない？お団子？ほら、あ、おばあちゃんの。いや、おばあちゃんではない。それこそほんと和服似合うね。ムーさん。さん女マンブーさん。こんな感じじゃない。完全に着物着なきゃダメなんですよ。それか煉獄さんのお母さん。
いやいや、もう、完全にだから、あれでしょ、着物の女の人言って言ってるだけだ。とりあえず、パワハラ中合会議しよっか。え、知らない無残の会議。あ、あれか。それか、あの、シャミ線。シャミ線引いてる人。だから。いや、あの人は髪の毛も束ねてなかった気がするけどな。あの人、そうなの？もう読み直しといて。東京卍会とかよくわかんない。読んでるからね。読み込んでるな。鬼滅読み込んでるな、この人。よし。じゃあ次の日行こう。次の日行こう。はい、じゃあ次の日に来ました。いやー、次は、あ。あ、亀さん。あ、亀さん。なんかね、飛び盛りで見たことあるな。俺これこれ DB で見たことある。何それ？DB。DB で。え？あれでしょ？なんか、7個の玉を見つけるアニメ。そうだね。ドラゴンボールでね。言っちゃってんじゃん。言っちゃってんじゃん。カメ仙人でしょ、この人。カカロットを育ててくれる人でしょ。まあまあいいでしょう。何がいいのかわかんない。これ遅いんじゃないかこいつ。多分1日とか、多分。いや。カメだから。自分で取りにとか早いって。そうそう。ことぶきさんだそうです。ことぶきさん。うん。いた？お前が、あ、飛び盛りで見た気がする。見た。うん。お前が両親が私はことぶき。さっきから、なんか、もうちょっと口開けて喋りなさいよ。だってこれ、だって歯ないもん。歯ないんだもん。そっか。自分の絵より歯本の欲しいものほんまでいい同時にも、だからあれだけは、いつだったらこれ、考えてくれない。歯ないから。歯ないから。ちゃんと歯出して。歯ないんだもん。歯茎をグッ。いや、シワシワだもん。あ、おぉ。いつだ、勉強した目だから、若いもんに分けられん。バイバル働くよ、これがよろしくの。ああ、これが今の。現代社会を物語ってるって。え、あれです。定年はございません。これが社会の闇の。闇とか言わないよ。あ、バカンス気分でのんびりしてつもりだったんだけど、余計な気遣いだったなって。うん。おー。鞭打って働かせるしかないが。やめなさいよ。ほらほら、もう隠居生活送ってるよ。おい、ね、わしにお前若いの、わしに頼む気か、おい。隣との温度差やこっちとの温度差やいいのか。え、ちょっと聞いてみよう。何ちゃんと持ってきてくれるのかな。触らぬたたりに、なんとらやだよ。最後までいいや。聞いてみよう、聞いてみよう。おう、ことぶきさん。うん。よろしくの。覚えられるのか。やめなさい。しっかりしてるわ。赤いもんに分けとれ、おらん、元気、宅配サービスやっとるよ。足に声をかけたら、お前さんのような死ぬようなものを送ったり、死ぬなから持ってきたら自由にできるぞ。うん、まあ、年の功ってやつですね。ああ、そういう裏技があるんでしょ、きっと。時をかける。お手並み拝見だね。何を持ってくる。持ち物送ってみようか。お金しかないからさ。でも、ちょっと、荷物をちょっとさ、なんか、もらって、リメイクちょっとしてみようよ。持ってくる。うん。じゃ他は何がいい？なんだろうね。まあ、でも、そう大したもんないんだけどね、うち。これ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 。あ、これ、うん、これってリメイクできんのかな。俺、こっちの方が気にしないからね。ひな人形。いや、ダメでしょ。バチ当たりだよ。あの、こういうのクールが真っ黒で、みんなパンクな感じになっちゃう。パンク。あ、ちょっと、ひな人形と。ひな人形と。うん。五重の塔取って今回。これ両方ともリメイクできなくて、お蔵入りだよ。あ、これでもう。うん。え、早くない？え、もう持ってる？あ、はい。年の功だね、これ。じゃ、とりあえずちょっと。瞬足だから。瞬足ですから。瞬足履いてるな、まさか。コーナーで差をつけてる。お、あ、あ、ひな人形はダメだか。やっぱダメかも。パンクのひな人形はダメ。バチ当たりで。あ、でもこっちの音できんじゃん。え、すごくない？何色になるんだろう。ナチュラルウッド。あー、なんか、ダークウッド。模型みたいになっちゃうね。確かに。まあ、レッドかな。真ん中ちょっと見てよ。これなんか、私なんかその辺の店で売ってんの見たことあるよ。これ、爪楊枝で作ってる人見たことある。爪楊枝。ああ、ダークウッドが一番しっくりくるな、でも。
あー、味が出るね。味が出るね。うん。ダークか、うん、その赤ね、レッドね。うん、まあ、レッドだな。真ん中はほら、割り箸とか手間用時間出ちゃうから。出ちゃうね。あと、お土産屋さん。あー、あるね。うん、あるね。うん、まあ、やめとこう。じゃあ、あと、最後の一つか。これ、ラクダでしょ、どうせ。うん。こんにちはで、ごがいまひ。挑戦するね。ただいま、ラグヤフシイダカベガミオール旅場には、ないじゃないじゃない。おめでとう、私の旅をしております。私の滑舌よりひどい。ちょっと顎しゃくれてるじゃん。これ伝わんないんだけど、どうすればいいかな。しゃくってません。写真横に貼っとく？おしゃる、しゃくれ声やめて。10万フェルムを受けて、現在176フェルムの寄付が集まっております。しゃくれ要素ないけどね、ハニワくんに。どう？うん。しゃくれ声やめて。じゃあ協力してあげましょうか。よいしょ。はい。募金いたしますか？何じゃない？ちょっと若干怪しいな。怪しいな。違う。これ、火ってめっちゃ言いにくいんだね。イエローカードぐらい出してもいいぐらいだな。よっしゃ。よし。あ、じゃあ、ちょっとこれ恒例ね。行きましょう。これ、たまよさんの髪型っていうね。なんか、何でも着物着てたらいいみたいな、やめてよ。まあ、行ってみよう。よし。よいしょ、試したい。試しよう。何て？ちょっと噛んだ。試しましょう。はい。